はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。キャシーク防御側やっていきましょう。今回の私の狙いですね、狙いはちょっと ATRT ですね。 ATRT に乗っていこうと思います。最近あんまり RT 使えてなくて、まあ、 動画にしてないだけで乗ってはいるんですけど、あまり芳しくないんですよ。成績があまり芳しくなくて、ちょっとね、その芳しくない感をね払拭するために、ぜひね RT、 すげえ近くまで行ってない、ちょちょ無茶しおるの、あれはそれは無茶だろ。待った、それはちょっと拾いに行くの至難の技なんだが、拾えます？拾ったわ、やりましたよ。無駄にはせんかったけども生き残れませんだ、無駄にはせんかったけれども、うわー、なんかこのまま行くと普通にヒーロー即出しできそうな片言天下なのにかかわらず、初志貫徹 RT 行きたいと思います。バカ、痛い、ちょっとリペアなんだよ。スマート4グレネードが置きかけに置いてあるとか、地獄の様相じゃねえか。まずいまずいぞ、これまずいぞ、まずいぞ、いいところがない。ちょっと味方と足並み揃えられないな。全然いいとこ見せられない。それここ微妙に影か、一応ね、 あれ護衛しましょう。味方がライン上げてるのであれば索敵して護衛しなきゃダメだ。オッケー、倒したよ。回復、撃てそう？嘘、ごめん、何かいたのかな。あー、砂がいんのか。そこに砂がいるのはめんどくさいね。拾えないか。いや、後ろいる。拾ってくれ。これ拾ってくれ。頼む。大丈夫。守る。タンク来た。俺がおとりになる間に撃ってくれ。ぐわっ。撃てたかな。無理だよね。なんかもう角度なかったもんね。角度なかったな。ごめん。ちょっと俺が手間取ったな。ちょっと角度がなさすぎて。いて。相当入られてんじゃん。逃げ回った上で2枚相手にもやれるというところを見せたいが、きつい。サイド入られてるね。サイドをちょっと抑えなきゃまずいね。いってるぞ。結構後ろも行かれてるね。スマートイオンか。くそー、何にロックオンされてんだ俺。ドロイデカもいたぞ今。いやー、きついなこれ。もうちょっと走ってくんない、うまく。死んじゃう。であんまりこっちにいても多分ロックオンされるから、回復は自分じゃなかったわ。あ、やばい、落ちた。変なとこに落ちた。逃げて。逃げて。
力な味方が現れた。やべ、足止めてるってやられる。回復。全然味方のアシストできてねえな。ここになんかいるじゃねえか。まずいな。いていて、イオンタレットとかイオン魚雷がいて。くそ。やりますね。なかなか敵やりますね。序盤は良かったけれども、なかなかというか、俺が護衛できてないんだよな。これやっぱ機動力を生かしてね、敵を引きつけつつ護衛というのが、セオリーとしては合ってるんだけれども、そこ真ん中で撃つと結構きついでしょ。いけるよ、もうスタミナないよ。逃げたな。まずい。回復回復。つらいつらい。すげえつらい。すげえつらい。あそこにもいるのね。つらいよ。逃がしてくんねえかな、タンク。ただ撃ててもいないね。いや、なかなか厳しそうだね。ラインが上がんなくて結構きつくなってきてるパターンのやつじゃないかろうか。ここ回り込めねえな。ダメージを変えていきましょう。そんな当たり方する？やめて。かすったら死ぬ。くっそー。マジかー、すげえ減っちゃったな。さすがにそうだよね。遅きに失した感はあるよね。いや、ちょっとごめんなさいね。ちょっと私の中のコンセプトマッチなので、やはり RT を使っていきたい。守ろう守ろう。いないよ、大丈夫大丈夫。タンクがいる可能性あるから、そこだけ注意していただいて。いや、全然いけるね。ごめん、嘘だ、あったわ。味方のヒーロー助けに行こう。ちょっと待って、ここで足踏みしないで。越えらんないのか、ここ。くそ。大型変異輸送車のシステムが消灯。助けに行きたいのに。なんかいるね。まずいまずい、突っ込みすぎた。痛い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 。ちょ、やばい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 。守るぞ。ああ、ごめん。オッケーオッケー、敵は取った。俺がとどめさせたわけじゃねえけど、いてえ。ごめん、将軍守れんかった。スキリで将軍守れんかったわ、すまん。まずいまずい、痛い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 、さすがに痛いっす。タンク来たな。タンクも来てるから気をつけて。タンクも来てるから気をつけて。嘘でしょ、マジか。避けてるじゃん。茂みも抜けてくんのか。茂みも抜けてくんのか。下手くそになっちゃったな、RT。RT 下手になっちゃったな。タンクごときに遅れを取る私ではないんだかな。ちょっとタンクに仕掛けましょうか。OK、任して。私はタンクを止める。
タンクの裏を取りたいな。おらんけど。削りましょう。気をつけてね、あのヒーローは接触判定あるから、油断すると大ダメージ食らったりするからね。あ、味方か。ごめんごめんごめん。あ、後ろのやつも拾ってほしいな、できれば。後ろのやつ拾ってほしいんだ。そう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 、惜しい。オビオンやられちゃったな。さ、こっからですね。こっからどれだけうまく相手を抑えれるかが RT の、ちょっとごめんなさい、邪魔だね。大丈夫、俺首なくなっちゃってない？は？斜めになっちゃった。逃がしませんよ。逃がしませんよ。野蛮だが効果的だ。なるほど。タンクか。まずいな。後ろついてこられてたな。無理して狙わなくてもよかったか。タンクがな、さっきからタンクにいいようにやられてるから、ちょっとタンクに意識を持ってかれすぎだな。対人だったら冷静に立ち回ればね、このスピードについてこれるはずないんで。普通に置かれたね。普通に置かれたのは結構きついね。なるほど、ヒーロー2枚ってことね。ヒーロー2枚張りでさすがに厳しいのかなといった感じはあるよね。いって、これはなんか食らったな、でかいやつを。まだ撃ってくる。急いで東のジャガーノートに向かえ。ちょっと回復させてくんない？そういうことか。あまりこだわっててもしょうがないな。まずいね。接触判定で持っていく。これも接触判定で多少ダメージを与えていき、でここで回復します。ちょっとアクセス変えます。こっちです。回復します。これ切ってくるから一旦逃げましょうか。一旦逃げましょうか。硬いな。なかなか硬いね。これ後ろに向かせましょうか。後ろに向かせて、ここで引っ張ってる間に何とかしてほしいんだよな。これは接触判定で持っていきます。でタンクにプレッシャーをかけます。タンク落とします。
接触判定で持っていきます。で一旦ね小回りは効かないんで一旦距離を取ったりしながら、まあ、見えているので落とします。でまた索敵をかけます。どの辺にいるんだ。あちょっとやばいねこれは。やばい、くそー、詰まったか。詰まっちゃったな。周りはちょっと見えてなかったな。まあ、こんな感じでね、RT は移動しながら敵を的確に削っていくムーブ。まあ、それをすることでね、かなり味方を生かしていける。が、しかし、中の状況がわからないがゆえに、不安になるというのはね、不安になるというのはいつものあれでございます。決して、見つけた敵を逃さず、まあ、少しでもね危ないなと感じた場合は向きを変えたり動きを変えたりしながら、のんびり立ち回る、のらりくらりですね。一旦離れるというのもありです。一旦離れ体力を回復しに戻るというのもあり。戦車とランデブーしてしまっていた。さあ行きましょう。索敵します。倒せません。ドロイデカを見つけますといった具合にね。いかがですか RT。 かなり機動力を持って、本当はねタンク相手にも遅れを取るスペックではないんですが、さすがにね最近の腕の鉛っぷりが半端なくて非常に申し訳ないところでしたが、しっかりね RT でランキングに食い込んでいくというね。いやー序盤結構いい感じで稼げたがゆえに少しねヒーローへの誘惑がありましたけれども、まあ、一応今回は RT を使うということで、こんな感じでね、うまく攻撃を当てつつ、なおかつ、接触判定ですね。通り過ぎる、あの判定もうまく当てていくことによって、動きながらね、キルを取り続けるという動き、できると思います。そしてトントンと同じくね、詰まってしまったりっていうのは、あっという間にね、生身の体が出てる部分、あそこは本当にただの人と変わらないんで、そこをね狙い撃ちされてしまうとすぐ死んでしまうので、そこのねさじ加減がちょっと難しいですけれども、 RT 非常に面白いビークルになってますので、ぜひ皆さんも乗ってみてください。というわけで今回はここまで。ではまた次回、ご視聴ありがとうございました。また見てねー。